日本関東地方茨城県森谷市おつしおつし。ケ台2丁目の坂上アおつしは、茨城県森谷市の地名、旧北相馬郡おつこ村。郵便番号は302-0123。森谷市の南部に位置する、みそのと、ケヤ台の住宅街に挟まれた高台の地域である。 町域は狭いが周辺地域の中でも高台に位置し、南森屋駅へ近いことから、住宅開発も進んでいる。東は、みその、鳥で子戸頭、西は、ケヤ台、南は高野、北は、本町と接している。現存する、生じ消滅した、生じ上平年間に、平野正門が森屋に城を築いたとき、一万一の場合に備えて本城からこの地まで抜け穴を掘り、 そこから落ち延びることにしたと言われている。そしてその抜け穴の出口を落ち口と言い、それが、落ち口に変わり、そしてさらに落ちしに転化し、地名になったと言われている。2017年8月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。森屋市、コミュニティバス、モコバスが地域内を走っている。モコバス地域内には、落ち市集落センター入り口、落ち市、 向山の3つの停留所がある。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2004年より地域の一部が高野小学校と合衆小学校の選択区域となったが、これはもともと高野小学校の学区であった場所を合衆小学校の学区へ変更する際に反対があり、選択学区へと変更した経緯がある。ありがとうございます。